金丸帝蔵10月1日から1942年12月24日は、大日本帝国陸軍の軍人、戦闘機操縦者で、エースパイロット。最終階級は、陸軍中尉。1916年10月1日、宮崎県宮崎市に生まれる。1934年2月、陸軍少年飛行兵の第1期生として、所沢陸軍飛行学校に入校した。 1935年11月に卒業すると、ついで明けの陸軍飛行学校で、戦闘機の戦技教育を受け、1936年2月に、飛行第8連隊へ配属された。1937年7月に、シナ事変が勃発、8月中旬に戦火が上海に拡大すると、飛行第8連隊の一戸戦闘機中隊を機関に、独立飛行第10中隊が編成され、 上海戦線に投入された。金丸五町も同中隊に属して上海、南京、甲州、暴風を転戦した。12月2日、南京上空で中国空軍の船舶編隊を捕捉した金丸軍曹は初めての空戦で2機を撃墜、さらに1938年5月20日、猛城上空で1機を撃墜した。また、 4月10日の防府上空の空戦では、落下山降下した SB 爆撃機の搭乗員を射殺し有名を馳せた。1940年12月、陸軍航空士官学校に入校、翌1941年7月の卒業と同時に、将尉に任官、台湾の飛行第50戦隊第3中隊へ、配属された。太平洋戦争開戦3日目の12月10日、 金丸は、両機2機を引いて、味方戦団を援護中、バシー海峡のバスコ付近で来襲した B-17 型重爆撃機2機を攻撃した。金丸は2撃で1機から煙を吹かせ、さらにもう1機を、トゥゲガラを東方まで追撃して不確実撃墜したと報告した。この B-17 の2機のうち、前者は大破したままかろうじて帰還し、後者は被弾後に、 日本海軍の零式艦上戦闘機体に撃墜された。しかし当時は南高不落の空の要塞が初めて金丸将尉に、しかも97式戦闘機の7 7ト、mm、ル機関銃で撃墜されたと大々的に報道された。一方の金丸機はエンジンに被弾してバシー海峡中の小島に富士木、 現地民に助けられ2週間以上後の12月27日に生還した。1942年に入ると、第3中隊は、パターン半島攻略作戦に参加。金丸は2月9日にリマイ上空で P-40 を撃墜した後、再び被弾して不時着したが、幸運にも生還した。4月12日に、台中へ転身して、戦隊主力と合流すると、 輸送機で内地へ帰還した。そして船体は4月下旬から6月初旬まで、所沢飛行学校と、明けの飛行学校で、一式戦闘機一型への機種改変と飛行訓練を実施した。9月、飛行第50船体はビルマに、進出、10月から12月にかけて、アッサム州ティンスキア攻撃、チッタゴン攻撃などの航空戦を展開した。12月24日夜、 マグウェ基地にイギリス空軍のブリストレブレニム爆撃機が来襲し、金丸は迎撃のために蒸気に乗り込み離陸する直前、至近距離に爆弾が落下して、機体もろとも炎上、座席の中で戦死した。戦死後注意に進級。金丸は少年飛行兵を代表する模範的な名手として評判で、その戦死を惜しまれた。衝撃追記数は8機以上とされる。 ありがとうございます。